海に低気圧あるということは、その低気圧通過した後は冷たい空気が入ってくることが多いですね。まあ、今日のパターンもそうなんですけれども、冷たい空気寒気が入ってきますので、春一番が吹いた後また寒さが戻るということもあるんですね。ですので皆さんもまだ春先も暖かい服装や上着はしまわないようにご注意ください。ね、体調管理しっかりと行っていただきたいと思います。今日はちょっとお天気番組っぽいフリートークになりましたねごめんなさい、いつもなんかあの食べ物の話だったりなんかのくだらない話だったり私しちゃうんですけれども、今日はね、はい、お天気キャスターっぽくできたなと今にやけてしまいましたいいですか、恥ずかしいな。はい、あとね、お目覚ましメールに書いたのは、今日 YouTube 設立の日ということで、もし私が YouTuber になったらっていうお話もしているので、ぜひ皆さんメールも覗いてみてください。はい、アプリケーションから登録することができますので、ぜひね、メールの受信設定もねしてみてください。はい、というわけでね、たくさんお話ししちゃいました。さあ、お天気番組ですよこれはねまだ朝日は登場しておりません。はい、3分ほどね、時刻経ちましたけれども、いかがでしょう、この光具合から見てそろそろ出てきそうでしょうか。グラデーションは非常に綺麗に広がっていますね。 ちょっとパワー送ってみようかなおいでおいでっていう風に、今日関東地方は昨日に比べて晴れのエリアがね、朝は広がっておりますけれども、だんだんとにわか雨の可能性も高まってきますので、空の変化お気をつけいただきたいと思います。難しいかなこの時間の朝日はさあ、ということでお天気から見ていきましょう。さあ、そして朝日が登場してきました。おはようございますさて、雲のねお布団から出てきましたよ。今日は27分の日の出でしたので、何分ぐらいに出たんですかね、これ35分過ぎぐらいですか。なので、そうですね、7、8分のお寝坊さんになりました。今日の運勢見ていくと、星は1つ、残念変な顔しちゃった、ごめんなさいあんまり放送できないような変な顔しちゃった、ごめんなさい。ラッキーアイテム指輪、つけてないな、じゃあどこかにつけて今日は過ごそうかな。自分の気持ちに正直でありたい一日です。今日のあなたはやりたいことに向き合ってこそ輝きます。文句を言いながら嫌なことをするくらいなら、自分とやりたいことはこれだと立候補すると良いでしょう。自分のやりたいこと、 YouTube ですか、 YouTuber にYouTuber になってみたい今ですね、ウェザーニュースライブの YouTube 登録者数、ありがたいことに65万人を突破しているんですね。 66.8 万人だったかな。はい、皆さんありがとうございます。で、今日は YouTube 設立記念日ということでね、お目覚ましメールでも書いたんですけれどもYouTuber になりたいわけではないです私がもしなったらということでね、スタッフさんが小牧地 TV でしたっけなんかね、かわいい写真を作ってくれました。まあ、やるとしたらですよ、私は食べ歩き大食いチャレンジしてみたいな企画でね、楽しそうですよね。まあ、そんなね、自分のやりたいこと、皆さんもそれぞれあるかと思いますけれども、はい、まあね、何かこうタイミングを見つけて挑戦してみるのもいいかもしれませんねはいねっね、はい。